こんにちは、ゆるふわです。ゆるふわ、ついに日本に戻ってきました。2週間ほどのトルコの滞在だったんですけれども、本当にたくさんのものを吸収して帰ってくることができました。今回はブロックチェーンエコノミーイスタンブールに参加をさせていただきました。カンファレンスの様子に関しては動画で配信をさせていただいておりますので、ぜひそちらをチェックいただけると嬉しいです。世界でどういったサービスがトレンドになっているのかだったり、本当ちょっとしたことなんですけど、仮想通貨取引所メクシーさんですね。日本の配信の方見ていると結構 MEXC と呼ばれている方多いと思うんですけれども、海外ではメクシーと呼んでたりするんですね。なんかそういった本当ちょっとしたことですよ。本当ちょっとしたことなんですけど、なんかそういったところの気づきだったりとか、カンファレンスでもやっぱりそのお食事の提供だったりとか、どういったクオリティのものが提供されているだったりとか、どういった方がスピーカーやられているとか、その盛り上がりっぷりだったりとか、あとなんだろうな、もうね、本当に吸収できるものは盛りだくさんなんですね。その様子をカンファレンスの動画で配信をさせていただいておりますので、本当に2倍や 1.7 倍速で見ていただいて本当に全然 OK なので、見ていただけると有益な情報を得られる内容の動画となっております。そしてまたですね、本当にこのカンファレンスでゆるふわとてもね、すごい方々にお会いすることができました。ふとしたことなんですけど、本当にね、私も思いがけないところで出会っています。普通にすいません、写真撮ってくださいって言って、ツイッターにアップしたりとかインスタグラムにアップする写真を、ゆるふわ一人なので、完全に一人なんですよ。マネージャーとかいらっしゃる方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、私はね本当にマネージャーさんとかもいないですし、本当に完全に一人でやっていて、そうなのでね、写真の撮影だったりとかもう本当にいろんな方に助けていただいてるんですね。本当にすいませんとか言って、写真撮ってくださいとか言って、絶対にね誰かに写真をね撮ってもらうようにもういつもね声をかけさせていただいているんですけど、そうふとね、そのすいません写真撮ってくださいって言った方がですね、なんとトルコの仮想通貨の YouTube の多分ナンバーワンだと思うんですよね。もう登録者数45万人もいらっしゃるコインムヘンディシーの方々だったんですね。まず、あ、それをね、知らなくってよかったなってちょっとね後から思ってるんですけどね、そんなん知ってたらわーってなっちゃうじゃないですか。もう何も知らずに、あ、すいません写真撮ってくださいみたいな感じで、そうで、え、何やってるのって言われて、あ、 YouTube の配信とかしてますって言ったら、あ、僕たちも YouTube 配信してるよみたいな感じで、えーってなって、え、チャンネル教えてくださいみたいな、本当に気軽な感じで話してて、えーみたいな、え、45万人もいるんですかみたいな。そうで、このカンファレンス、そのブロックチェーンエコノミーイスタンブールのそのスポンサーもやられていたりですか、本当にね、結構インフルエンサーとしてももちろんなんですけれども、本当にスポンサーとしても出されていると いたんですね。そこも結構びっくりをして、そうね、ゆるふわね、本当に知らないことがたくさんあって、もういろんなことを吸収できています。そして彼らからね、モンテネグロでイーサのイベントあるけど行くって言われて、え、てかモンテネグロでそのイーサのイベントがあるなんて知らなかったみたいなね、新しい情報 のね、その交換もできていたりするので、私が吸収してきたことをね、もう存分にね、ゆるふわファミリーにシェアをしたいと思っています。こうしてこういったカンファレンスに参加ができているのも、この応援してくださっているゆるふわファミリー、この動画を視聴してくださっている方がいらっしゃるからこそ参加できてるんですね。それは本当に思っていて、ただのね、普通のなんか普通の人だったら、あ、へーみたいな感じで話が流れてしまうと思うんですけど、あ、 YouTube の配信してるんだよねみたいな感じだったりとか、まあ私がねこうやってね一人で撮影している姿を見て、え、何やってるのって話しかけてきてくださる方もいらっしゃったりとかで、本当にね、私一人では何もできないので、応援してくださっている皆様のおかげで本当に
本当にね素敵な時間を過ごさせていただいております。いつも本当に皆様ありがとうございます。6月もね行きたいなと思っているカンファレンスだったりとかあるので、もう本当にゆるふわファミリーにはねこうワールドな情報を常日頃ねアップしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして明日からですね、明日からは日本のイベントです。チーム Z Web3 に参加をさせていただきます。明日から日本のねカンファレンスの様子をお届けしていきますので、ぜひそちらもお楽しみください。はい、それでは長くなりましたがね、ちゃんと配信できるか不安なんですけれども、2週間ぶりなのでね、はい、コインマーケットキャップを見ながら相場の確認、そして最新のトレンドのニュースを一緒に見ていきましょう。それではレッツゴーはい、コインマーケットキャップ仮想通貨時価総額、上位100位見ていきましょう。はい、それではビットコイン現在367万円ほどですね。7日間でも 1.97% の下落。そうです、皆さんがねご存知の通りビットコイン結構下落してきております。そしてね注目の2位、時価総額ランキング2位、イーサリアム現在24万6000円、24時間でマイナス 0.96%、 7日間でマイナス 1.75% です。皆さんイーサーめちゃくちゃ注目してください。これからねちょっと価格下落するかもしれないね噂が入ってきているので注意してください。その下落、このね注意、なんで注意しなきゃいけないのかと言いますと、仮想通貨の銀行のリドというところがあるんですけど、リドがアップデート完了したんですね。でイーサがロックされてたんですけど、1兆円相当ですよ、1兆円相当のイーサが市場に開放されるんですよ。でもう現時点でなんか3時間ぐらいで6000万円ぐらいのイーサがもうすでに市場で売却されていたりですとかあるので、そうこれからねイーサに関しては結構価格注目してみていた方がいいと思いますし、もしトレードされている方であれば、はい、慎重に行ってください。よろしくお願いします。今回のカンファレンスでねいろんな方にどういった注目見てる、注目してるっていうお話を結構ね積極的にさせていただきました。国によって多分皆さん注目されているトークン違うんじゃないかなと思ってね、調査感覚でお伺いをさせていただいたんですけれども、皆さん大体ね私が注目しているトークンと大体同じでした。でも限られてますよ。私がお伺いした方多分10人とか15人ぐらいだったかなに調査した結果ではあるんですけれども、本当に個人的に調査した結果なので、そうまあ何とも言えないんですけれども、感覚として私が注目しているトークンと大体同じでした。まずその取引所が発行しているトークンですね。もうこれは株感覚で見ていただいた方がいいかなと思います。今この一番ねこの時価総額ランキング4位の BNB なんかもそうだと思うんですし、 OKB だったりとか、あとメクシーさんが出しているトークンとか、ビットゲットさんが出しているトークンとか、まあフォービーが出しているトークンとかいろいろあるじゃないですか。ああいったトークンは株のような感覚で情報を追っていっていただければいいんじゃないかなと個人的には思っています。そして毎回お伝えさせていただいているチェーン系のトークンですね。これは本当に皆さん注目していました。オプティミズムだったり、コスモスだったりとか、アバランチだったりとかっていうのは、本当に皆さん、必ず毎日一回は相場確認するとおっしゃってましたね。そう。なのでね、ゆるふわさんが見ている、トークンと、まあ、今回調査させていただいた、カンファレンスでお会いさせていただいた、まあ、約15人ぐらいに聞いたかなという感覚なんですけど、は、同じような、トークンを毎日、チェックしているということでした。はい、これはもう完全な雑談なんですけれども。はい、それではね、6位。リップル来ましたね。現在57円ほど下がってきましたね。はい、24時間でマイナス 1.10% ですね。はい、はい、ポリゴンマティック、10位ポリゴンマティックめちゃめちゃ下がってきましたね。現在116円、24時間でマイナス 1.91%、 24時間でマイナス 4.05% ということでね、まあ、ポリゴンも皆さん注目して見ていたトークンの一つであります。でポルカドットも下がって
ってきていますね。現在717円ほど。アバランチも下がってきてますね。現在2030円、24時間でマイナス 1.88%、 7日間でマイナス 3.73% となっています。コスモスはどうなんですかね、まあ、似たりよったりという感じですかね。時価総額ランキング21位コスモス、現在の価格1466円、24時間でマイナス 2.16%、 7日間でプラス 2.36% ということで、そうなっております。はい、で24位、これ OKB 来ましたね。これ OKX が発行しているトークになります。なので BNB と同じ感覚でね、相場の確認いただければなと思います。で、あ、そう、今回その OKX さん登録されている方、あの E メールに、あの注意のメール、レター見ましたか？レターちゃんと見てください。レターちゃんと見てください。 Google オーセンティケーターに関するあのレターが届いています。で、私もね、結構 Google オーセンティケーターの設定までしていたら、あのアカウントがすごいセキュリティ強化されてると思っていたんですけれども、その Google オーセンティケーターがその Google クラウドとか、なんか 何かしらのクラウドに同期されている方はですね、ぜひその同期を必ず解除してください。同期がされていると結構あのリスクがあるということなんです。なので必ず同期されている方はあの接続というか、そこねオフにされてください。で、私の場合はなんかちょっといろいろ探ったんですけど、そのどこで同期されているとか、そもそもその Google のアカウントに紐付けているのかさえもわからなかったんですけど、その iPhone の設定のところの Google オーセンティケーターのところに Face ID のオンとオフがあったんですね。なので、あ、まあ、万が一のことを考えて、私はそこ Face ID をとりあえずあのオンにしました。そう、それだけでもなんかちょっとセキュリティ強化できるのかなとね、個人的に考えてあの設定をしました。もしよかったら、あのまだまだね、その OKX 登録しててレター確認してなかったよという方、必ず確認してください。そして、まあ Google オーセンティケーターね、私みたいにあの Face ID オンオフだったけどオンにするだったりとか、まあ何かしらのその Google オーセンティケーターに対するあの対策を取ってください。今回この OKX さんから出されているレターは、もうどの取引所、その Google オーセンティケーターをあの導入しているどの取引所に関してもあの言えることなんですよ。だからその OKX さんがこう代表してレター出してるというか、まあ、教えてくれたみたいな感覚なんですけれども、そうなので、あの OKX 使ってないからいいやじゃなくて、まずもう Google オーセンティケーター使ってたら必ず、まあ、同期していらっしゃる方は接続の解除、そして、まあ、なんかよく分かんなかったなみたいな、私みたいな、まあ、多分接続されていないよなと思うんだけど心配な方は、まあ、Face ID オンにするなり、まあ、何かしらの対策を必ず取ってください。よろしくお願いいたします。はい、時価総額ランキング67位スイですね。スイも結構あの注目されている方が多いイメージを受けましたね。はい、スイも、うん、注目されていました。それと、あと、まあ私がね、個人的にあのさっき、そう、あとこれね、あの88位のねフォビのトークン、まあこういったトークンは株感覚でね見ていただければなと思います。はい、そして以前から私が注目している89位 DYDX、 現在297円、24時間でマイナス 0.98%、 7日間ではなんとプラス 3.56% となっています。ちょっと復活してきましたね。そう、で、そう、このね、今コインマーケットキャップを見させていただいてるじゃないですか。トルコでコインマーケットキャップ使えなかったんですよ。なのでトルコにいる時はコイン月光を見ていました。そう、まあ、地域によってね、そう、あ、コインマーケットキャップ見れないってあるんだっていうのがね、あのすごく衝撃ではあったんですけれども、まあ、そういったこともあるんだなというのをね、はい、頭の中に入れといてください。それではトレンドのトークン一緒に見ていきましょう。人気急上昇ランキング3位にスイ入ってきていますね。ビットコインも入ってきています。アービトラムも入ってきていますね。あとイーサリアムとなっております。はい、最大の価格上昇ランキング見てください。リドダオが入ってきています。ここ先ほどお伝えをさせていただきましたね。仮想通貨の銀行のリドですね。はい、ここがあの発行しているトークンなんですけれども、リドのアップデートが完了したことによって価格が上昇しているのではないかなと個人的には思っています。はい、
で、ここにロックされていた1兆円相当のイーサリアムが市場に開放されるということでね、今すごく注目もされていますし、トークンの価格も上昇してきている状況です。はい、あと3位ね、ビットダオも入ってきましたね。それではね、今日のあの仮想通貨のトレンド、相場の状況をお届けさせていただきました。それでは最新のニュースを見ていきましょう。はい、こちら何度もお伝えしておりますが、リドでイーサの出金が可能に、最初の3時間で50万ドルのイーサが出金ということですね。兆円ですよ、信じられないですよね。1兆円のイーサが市場に開放ということで、でも以前もあったじゃないですか、あのイーサの上海のアップデートの時かな、時もあのちょっと注意してくださいということをお伝えさせていただいたんですけど、あの時はあの価格かなり上昇しましたよね。めちゃくちゃ上昇したので、あの一概にこの1兆円相当のイーサが市場に開放されるというのが価格の下落につながるかはわからないです。誰にもわからないです。なんですけれども、まあ、この最初の3時間で6000万円相当ぐらいのイーサはとりあえず市場で売却されているということなのでね、情報をキャッチしてあのトレードを行う方は特にですね、注意をしてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてこちら、日本北朝鮮ハッカーによる仮想通貨盗難で最大の被害国ということです。もう皆さんハッキング本当に気をつけてください。私ね、過去の動画でもうね、すごい、もうめちゃくちゃね、ハッキングに対しては皆さん気をつけてください、こういった対策してくださいっていうのをね、本当に口酸っぱくお伝えをさせていただいております。どんなに知識がなくとも、あのできるハッキングの対策はあるので、ぜひね、私の過去の動画をチェックして、あのストレスなくできる方法もあるんですよ。もうなんかすごいね、あのいろんなことやんなきゃいけないだったりとか、接続しなきゃいけないとかっていうこともあるんですけど、そういうことしなくとも本当日々ね、日々の本当ちょっとしたことで防げることがあるので、ぜひ皆さん私の過去の動画を見てハッキング対策ね、ぜひ行ってください。よろしくお願いします。すごくないですか、発表されている日本あの数字ですよ。はい、日本はハッキングによって7億2100万ドル、約980億円の損失を出し、これは全世界の総額23億ドル以上のうち 30% を占めているということなんですね。すごくないですか、 30% も日本がハッキングされてるんですよ。恐ろしい。で、2番目がベトナムということですね。で、3番目がアメリカとなっております。ちょっとね、これはね、どういったことなのかなということなんですけど、皆さんもう必ずハッキング対策は行ってください。もうよろしくお願いいたします。で、もしハッキング対策わからないという方はね、ぜひ私のねコメント欄の方にコメントください。いろいろね情報をあのシェアをさせていただきます。もうね、ゆるふわファミリーがもうどれだけもう本当にね、ゆるふわファミリーにはハッキングにあってほしくないですし、あの本当にここでね、皆さんが頑張って築き上げたクリプトの資産ね、一瞬でなくなるんですよ。対策してないだけで本当に一瞬でなくなってしまうので、ぜひ皆さんね、稼ぐことはもちろんなんですけど、守ることがね何よりも重要です。なので必ず行ってください。よろしくお願いいたします。それでは次、じゃじゃん、皆さん知ってますよね、大流行している RiseUp、 やられていた方も多いのではないでしょうか。なんと RiseUp が NFT 暗号資産を活用した Walk Out to Earn 展開へということです。皆さんね、あのステップンで Move to Earn めちゃめちゃやってましたよねとか言って、私はねまだやってるんですけれども、はい、このウォークトゥーアーンということで、トレーニングで稼ぐことができるウォークトゥーアーンのプロダクトを2024年にリリースする計画を発表したということです。なので来年ですね。で、ライザップは2012年2月に1号店オープン以来、あ、もう10年ぐらい前にねオープンされているんですね。初めて知りました。急成長を続けているパーソナルトレーニングジムであり、日本国内で現時点で119店舗を運営、累計会員数は18万人を超えているということです。
はい、ということでね、ライザップ、 NFT ライザップがね、ウォークアウトトゥーワンということでね、これからウォークアウトトゥーワン、もうムーブトゥーワン、ウォークアウトトゥーアン、もうなんとかトゥーワンってめちゃくちゃあります。スリープトゥーワンだったりとか、めっちゃイートトゥーワンとかね、もうめちゃくちゃありますね。これからね、また次は何が出てくるのかなっていうのがね、また注目ですし、こういった本当にいろんな企業さんですね、もう各本当にいろんな企業さんがこの Web3 だったりブロックチェーン、 NFT、 クリプトに参入してきているということがね、日々のニュースからも伺えるので、今ね相場がちょっと沈んでいる時でもありますし、やはりやっぱり世界もうね、世界中でやっぱりその規制に関して法整備がちゃんとされていないというか、こうなんて言うだろうな、結構グレーなところがあったりすることが多くって、今現状ではあるんですけれども、こういったニュースを見ているとね、まあ、未来はとても明るいのではないかなとゆるふわはね、いつも感じております。このオープン AI なんですけれども、オープン AI はやっぱりその、ね、AI がみんなのね仕事を奪っていくんじゃないかとね言われていますね。この AI が私たちの仕事を奪う、約3億人のフルタイムの雇用に相当する仕事を、まあ、AI が奪っていくのではないかと言われています。このオープン AI の創業者サム・アルトマンさんの目標なんですけれども、人類を労働から解放するということが最終目的で、ベーシックインカムの導入を目指しているということなんですね。そこが最終目的ということが言われています。で、このベーシックインカムというのは、年齢だったりとか性別とか、まあ皆さんの所得収入ねに関係なく、まあ、例えばなんですけれども、月、まあ、毎月5万円自動的に入ってくる、なんかこう毎月自動的に入ってくるだったりとか、まあ、5万円だったり、まあ、10万円だったり、まあ、何十万円かも分かりませんけれども、っていうものを導入するというのがベーシックインカムになります。なので、その AI が仕事を奪うと言われているんですけれども、人間がうまく AI を活用すれば、そのベーシックインカムを獲得できて、自分自身が労働しなくても AI が労働してくれたことによって自分自身の収入が得られるという、そこが最終目的ということなんですね。そう、サム・アルトマンさんは2022年のインタビューで、10年以内に150万円くらいのベーシックインカムをアメリカの成人全員に配れるとも発言をしています。なんかね、これが結構理想的になってくるのではないかなと、私もこの彼のインタビューのなんか記事を見ていたりですとか、まあ日々ねこういったやっぱり AI の情報に触れていく中ですごく感じました。なので AI が私たちの仕事を奪っていくという恐怖感よりも、私たちがうまく AI だったりそういったものを活用することによって、で、私たちが労働しなくとも AI が労働してくれて、そこからベーシックインカムをいただけるっていうのが、まあ、将来的にはもうかなり有力にあるのではないかなと思っていますし、そうなってくれたらね、皆さんめちゃくちゃハッピーですよね。そう、すごいねハッピーな未来を作り出してくれるとゆるふわは思っております。はい、という情報でございました。ということで、今日も盛りだくさんのニュースですね、お届けをさせていただきました。いかがだったでしょうか。ゆるふわが今回のカンファレンスでもう吸収してきた情報をね、今回の動画では全てお伝えができていないので、日々の動画でね、ちょっとずつねお話をさせていただきたいなと思いますし、私のインスタグラムのストーリーやツイッターの方では本当にフレッシュな情報をね日々配信させていただいておりますので、ぜひそちらの方もフォローいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。本当にね、皆さんの応援のおかげでこうして YouTube の配信を続けてこられていますし、何よりも私自身がね、本当にゆるふわファミリーのみんなが大好きで、 YouTube の配信が大好きで、クリプト、NFT、ブロックチェーン、Web3 に関する本当に情報に触れていることも大好きです。なので私の本当にね大好きな情報を配信させていただいておりますので、ぜひぜひね今後とも大好きが溢れたチャンネルとなっておりますので、応援よろしくお願いいたします。
今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではね、明日はチームジェット Web3 東京のカンファレンスですねの様子をお届けしていきます。2日間ですね、17日と18日の存分に配信していきますので、ぜひそちらのカンファレンスの様子めちゃくちゃ楽しみにしていてください。それではね、また明日お会いいたしましょう。